はい、こんにちは、山ちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。山チャンネルでは下関の情報やお魚の情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで本日は下関の細江町、この辺ではね、豊前田って言うんですけど、豊前田に来ております。今日はね、こちらおばんざい常しえさんにお邪魔させていただきたいと思います。はい、ということで、おばんざい屋とこしえさんにレッツゴー。はじめ。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はゲストが来ております。ゲストドドドドドン、じゃーん、ドーン。はい、皆さん顔出してください。ドーン、大丈夫、入ってる、入ってる、入ってね、オッケー、いいかな。クジラに恋してるダーちゃんです。あ、ダーちゃんです。これは赤いクジラですよね。そうです、赤いクジラのダーちゃん。前も言ったけど金魚じゃありません。あとミュウさんに登場していただきました。赤いクジラと緑の恋をしてる緑のダヌキに恋してるミュウさんです。はい、ミュウさん、なんかラジオパーソナリティしてるって聞いたんですけど、毎週第1水曜日カモン FM1 時から聞いてください。おお、すごい。クジラさんいただきましたけど、はい、ちょっと一回置きまして、はい、これ新しくこれなんですか。これね、西貝、西貝、はい、西、すごい綺麗、ね、これね、これ身はこれだけだけど、はい、こんなん、もう一回手見して。これぐらい僕のね、顔裏。そんなないでしょ。いや、あるの。本当にこれあるの。その中でも超特大のいいやつを、で、刺身で食べてみようと、せっかくだった。普通はこうなんか煮たり、これ物がいいから知りました。刺身は初めて。そうなの、僕も。しゃぶしゃぶしないやつ。しない、ノーしゃぶで。ノーしゃぶで言ってください。はい、ノーしゃぶで。ノーしゃぶ。はい、ノーしゃぶ。これ今日は千年貝をバター焼きにしました。はい、じゃあみゆさんお願いします。バターだけでしょ。うん、持ってこう、とりあえず、ね、出してね、これね、うん、じゃんじゃん、めっちゃ熱いね。熱かった。じゃあ冷やしていこう。ちょっと、うん、あ、大丈夫大丈夫、うん、取れれば大丈夫。熱いよ、ね、おー、プルンプルン、冷やしてね。おー、プルンプルン。おー、ありがとうございます、いただきました。熱いの冷やせて、まだ熱い、うん、まだ食べんほうがいいし、熱い、まだ食べんの、そんなに、そんなに、ふうふうして、ふう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 、はい、生まれるやん、なんかいい、いいよ、行こうかな、いただきます笑っちゃった。どうぞ。あのね、うん、で、めっちゃ濃厚、パンやのに濃厚。紛らわしいっけな。紛らわしいの、ちょっと、いただきます。サザエね、どうですか。あ、好き、これ好きよね、好きよね。ちっちゃいやつは柔らかい。噛めば噛むほど旨味が出てくる。それ、それ言いたかったやつ。ほんと？うん、めっちゃでっかい。動きはちょっと硬いかもしれないけど、ほんと？また食べてみよう。食べるぞ。バターで。ほんと、バターに合う。うん、でしょ。はい、どうぞ。これは本日取れたてプリプリの車海老内海物です。天然です、もちろん。ちょっとみゆさん、ちょっと持ってもらっていいですか。ちょっとよいしょ、よいしょ、だからエビ持ってもらっていいですか。エビを持ってもらっていいですか。手でもいいですか。手でいい。あ、手大丈夫、かぶれない、大丈夫、全然大丈夫。よいしょ。何、その、でかっ。思ったよりでかくて、落としそうやったやけど、ちょっとでかくない、でかさこれ食べるの無理です。さっきこれ、貝と食べてもらって。あ、汁が汁が、もったいないぞ。はい、でかっ。醤油につけて、ペロッといってください。一気に、これ難しいんだけど。大丈夫、食べれる、いける、いける、大丈夫。一口は無理。つけた方がいい、つけた方がいい、醤油ちょっとね、つけて、つけて、このままバクッと、ちょっとあの上品さはかけるけど、はい、いきます、はい、いいよ、はい、うん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 、めちゃくちゃ一筋で食えない車エビってすごいね。めちゃくちゃ甘い。甘いんだ、はい、歯ごたえがすごい、甘い、いただきました、いただきました、甘い、甘い、いただきました、甘い。画面からちょっと外れました、今ので口がいっぱいで喋れません、ごめんなさい。ダーさんに回します、はい、甘い、はい、甘い、いただきました。俺も食べるよ、無理だ、はい、一気にはいけない。いただきます。すごくない、いけるの、すごい、プロ。うーん、甘い、かも、まい、まい、今の良かったわ、うまい、今の良かった、うまい、でもマジで、うん、ビールは、あ、うまいビールもう無理やり言ってるんだよ。おいしい、これでかい、やめちゃくちゃでかくない、それ、え、でかくないこれ、めちゃくちゃ多分この中で一番でかかったんじゃない。ちょっとでかいのいただきます。頑張れ、山ちゃん、いけるか、いけるか
線を抜いて抜いた方が良かったけどね、中の芯がね、ちょっと苦味があるけど。苦味ある、うん、ちょっとこれ、このこの声の苦味がある。喋れないでしょ。甘ーい、早焼きだ、甘ーい。めっちゃうまい、お腹痛い、めっちゃうまい、いいわー、よかったわ、とクジラがはしゃいでるわエビは王様よね。食べると口いっぱいになりすぎて、うん、感想が言えない。言えなかったか、言えない言えない、ちょっとそれぐらい大きすぎた。本当に大きい。多分さ、見てる人に怒られるよ。かぼちゃの頃、ここね、カレーも美味しい。キーマカレー、もうカルトウォイチバ絶賛、みんなで、キーマカレー、カレー食べ食わせろっつってね。ということで、視聴者プレゼント3名様に美味しいね。美味しすぎるね。けどこうやってね、いろんなものがあるから、一番仲買いさんを通して買ってください、皆さん。仲買いさんを通して買ってください、はい、しっかり買ってください。はい、それか、おこしえさんに来ると食べれますので。ここに来ると食べれるじゃない。そうそうそう、だからちょっとね、こう、ね、例えば女子会とか、ね、友達とか、もう今コロナね、収束に向かってるから、作るのも一番ベストな美味しさで出したら、そうそうそう、あの、お家で作るのもいいけど、ここで来て、美味しい状態で食べ出していただくっていうのがおすすめですね。美味しいもの食べるって幸せですね。皆さん、応募してくださいね。応募してくださいね。はい、ということで今日はおばんざいやとこしえさんにお邪魔させていただきました。また動画見てくださいね。